いや、これはマジで害悪でしょ。ほら、マジで見えへんもん。これやべやべやべ。いやー、ちょっとやっぱエイムがブレるというかさ、照準がちょっと迷うよね。あ、いや、いるいるいる。いや、マジでわからん。やっぱしかも NA 使ってる。ん？敵さん二人のスキン変えてもらっていいですか？あ、めっちゃいい！マグロックン！あー、もうコールオブデューティーモバイルあったけえな。角マッチして置きながら、そっちから来たか。あー、けどな、変えてる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 。アーバントラッカーに変えてるよ。新しいやつ。いや、よかったー。もうこれで解決あったけえな、COD モバイルって。はい、どうも、ザヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイ、やっていくんですけども、ですね、まあ、またかって感じなんですが、コールオブデューティーモバイルさんの方がね、またプチ炎上しておりまして、まあ、ちょっと今、ツイッターだとかの TL の方がね、めちゃくちゃ荒れております。もうみんなその話題ばっかだね、コールオブデューティーモバイル民が。っていう形で、ちょっとね、今、穏やかではないんですよ。はい。で、まあ、何があったかって言いますと、まあ、以前もあったと思うんですが、こちら、スペクターのウルトラっていうね、まあ、スキンがあったと思うんですけど、これ使うとね、当時は、バグって透明化になったんですよ。本当に何も見えないみたいな。っていうバグがあったんですが、それがね、また追加されました。はい。いやもう、いい加減学習しろよ。もう本当にノンイワヒストリーって言葉そのまま送り返すでって言いたいんですけど、はい。それがね、ちょっとま、今回も起きてしまったと。で、これがね、追加された時は即修正されたんですけど、今回のはなんか2日前からあるらしいんよね。で、それがやっぱ今になってめちゃくちゃ流行って、みたいな形で、もうみんな使ってるみたいな感じでね、ちょっとやばいんですよね。はい。で、それをま、今回晒してね、もうみんな使うのやめようぜ、ちゃんと通報しようぜっていう晒し動画だったんですけど、今回ね、もうめちゃくちゃ、まあオープニングでもあったと思うんですけど、ハートフルなヒューマンドラマがあったということで、まあちょっとこれのね、解決策を、今回2試合にまとめてやっておりますので、よかったらね、皆さん最後まで見ていただけたらなと思います。そしてね、コメントの方で、まあ良くないよねと、運営早く直してほしいよね、みたいな感じのコメントをね、していただけると幸いでございます。はい。ということで、まあこれからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、やっとマッチングしました。ここであったのが100、うわ、やっば、見てほら、透明これがさ、どうやらランク、一応これランクまでじゃなくて普通の公開マッチなんだけど、これがどうやらランクまでね、多少いるみたいなんだよね。ただまあ一応僕ちょっとランク上げすぎちゃって、いないんだよ。僕のランク帯だったら。なんか、聞いたところによると、プロ帯とかは結構いるみたいなんで、ちょっとね、まあ皆さんやる際は、気をつけてください。はい、ということで。いや、これはマジで害悪でしょ。ほら、マジで見えへんもん。これやべやべやべ。いやー、ちょっとやっぱエイムがブレるというかさ、照準がちょっと迷うよね。反応に遅れる、やっぱその敵の動きを見て、まあ左右にこうエイムするじゃん。右とか左って。これちょっとやっぱ遅れちゃうよね。マジで害悪だ。待って、これやばそう。こういって、回り回って、さあ今。よいしょ。殺す。よし。で、一旦リロード。で、B 取られてるから、どうせこれファントムでしょ。透明ファントムおるか？いや、違うわ。あれ？もしかしてこれ、最初だけかな？あ、いや、いるいるいる。いや、マジでわからん。やっぱしかも NA 使ってる。え、臭くね臭くね？やばい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 。やばいっすよ。まずいっすよ。外役を、やっぱ、こういうさ、バグを悪用して楽しむやつってそういうことよ。そういう人種を NA 使うような人種を。そういうことよな。はい、しっかりとショックあるし解除する。で、どうせ上、あ、違うわ、けど、違うわ、普通に。で、しっかりと、キャラクター変えたパターンだな、これ。これ普通に買っちゃうパターンだけど大丈夫ですか？いた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 。ほら、透明くん。お疲れ様んさ、タバサ、いったリロード。しっかりと、まあ、B 戻しつつ、よいしょっと、まだいんな。やべえ、これピリファイアだ。まあ、懐かしいピリファイアのさ、上原アイバージョンじゃん。さあ、しっかりと B 守るためにハンターキラーとか投げつつ。いや、けど、あれだな、一人だけか、今回。あ、いる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 。ちょっと、なあけど、当たり派でなくねってか、そもそも。これ味方の車線被ってるからかな。まあ、たまにあることではあるけど。あー、いや、たまに、当たる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 。いやけどさ、不安になるよね、あんな透明だったらさ。わかる？絶対不安になるっしょ。さすがにこれでさ、ランクマ、オッケー、カットしていく。行きたくねえよな。一応赤い光は出てるから、なんとなくはわかるよね。なんとなくはわかるけど、あくまでなんとなくだからな。大丈夫、下いる？はい、しっかりとパッピング。中、お前か、NA。いや、終わっちゃった。いや、これはまあまあやばいね。うん。きちいわ。確かに反応は遅れるな。いや、これな、ボットが何人かいるからまだこうやってちゃんと無双できてるけど、全員が全員とかさ、ランクマの高レベルなところで一人でもこれされたら、それは腹立つし、切れるよな。ね。ボットが何人かいるから、それはまだ爽快キルプレイってのができてるけど、きついっすね、これは。さあ、赤手でそこ出てるけど、どこ行った？とりあえずセンターからちょっと回り回って、よいしょっと、いないか。お、シングルキル。これ穴やれた反応しないとかあんのかな？あったら最悪よな。はい、しっかりとカッティング。で、手前もカッティング。で、しっかりと、よいしょと。
あれあいつ全然来おへんな。透明くんやめた？もしかして。あれ、たまにあるよね。うわ、こいつ実況者じゃんみたいな。やめようみたいな。あるんよ、ほんとに。NA 使ってるやつが後半使わなくなるみたいなあるんだけど、それのパターン入った？悔い改めた？いた。しっかりとカットしていく。あ、いるいる。全然使ってるわ。あ、待って、ダブル透明。いや、あいつ買いやがった。最初の二人が、ついに透明なりやがった。どこ行ったあいつ、死んだもう。待って、どこ？いや、もう怖い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 。もう透明。やべえ、もうチーターと戦ってるようなもんよな。もうやべえ、もう反応マジで遅れる。敵がクソヌーブでよかった、これ。ね。いや、マジで反応遅れるからさ。オッケー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 。いや、待って、いるいるいる。さ、ランチャーで特攻もやめてくれへん、お前、マジでよ。やばすぎ、うち。やめろ、やめろ、マジで。さ、とりあえず全拠取ってるから、今のうちに、よいしょと、しっかりと体勢立て直しましょう。B 取られたね。多分敵は C か A を取りに来るはずだから、今のうちに B を取りましょう。いや、これはやばいな。UAV なかったらマジで死んでたな。どこ？こいつ、二人だけ？あ、いる、三人見る。あ、ぶね。いや、マジでわからんか。いや、わかった、さっきの。ね、赤色で、チラッとぐらいだよね。マジでこれデフォでされたら、マジでわからんべ、こんなの。いや、これはきついなぁ。はい、ということで、ちょっと記念すべきね、透明チーターというかグリッチマンにあったけど、これやばいね。絶対強いもん。あ、けどこれ、やっぱキルカムだったらちゃんと見れてるんだ。うん。はい、ということで、無事、阻止しました。いや、これマジで、あれだな、ランクまでされたら 100% 切れる。ボット打ちだからまだ無双して、うわ、ジャンシャン強いとか、ね、敵もヌーブだったからこう、ある程度ね、キルできたけど、ランクまでしかも同じようなね、実力の人と当たってこれされたらきついよな。はい、ということで、またマッチングしました。まあ、この頃はずっとシュートハウス回ってるっぽいね。まあ、だからこういう感じで、ランクまで、まあ、ずっとね、こういう、何、チートバグを使って回ってるっぽいんよ。うん、一応今回シュートハウスでやってはいるんだけど、いやー、しばくか。で、ちょっとお次はドラゴンファイヤー持ってきました。これで、ワンチャン敵がね、スケスケになるかもしんないので、いやー、ちょっと頑張りたいな。ん？敵さん二人のスキン変えてもらっていいですか？あ、めっちゃいい！すべてマグロさ、マグロくん！ま、あー、もうコールオブデューティーモバイルあったけえな。ね、スキン変えてもらっていいって言ってる。ね、敵だって見えへんもんな。そうそう、そうよ。マグロの仇お前、素晴らしい！いいよ。その通り。いやー、あったけ。いやけど、マグロの仇めっちゃ無双してる。AK117 ならで。いいぞ、俺も無双する。そうだ、変えなかったら実力行使よ。そうよ。実力行使よ。死ね、お前ら。さあ、一旦リロードする。で、上に持ってるやつはいない。よいしょ、シュートハウスのここで見ていくスタイル。しっかりできる。あ、いいね。変えてる、変えてる、変えてる、変えてる。一人変えてるよ。エルフィリスってやつ変えてる。あったけーな、COD モバイルって。そう、言えばわかるもんな。そう。あったけー世界だ。シングル。で、二人目、こっち？殺す。よし。で、しっかりとここで角マッチしておきながら、そっちから来たか。あー、けど、変えてる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 。アーバントラッカーに変えてるよ。新しいやつ。いや、よかったー。もうこれで解決。あったけーな、COD モバイルって。まあ、もともと使うのが悪いとかね、運営が悪いとか色々とあるんだけど、こういう解決策もあるんやなって。ただ、晒してね、見せ物にする実況者とは違って、ちゃんとこういうね、文章を送る。大事ですよね。はい、シングルキル。で、2枚目ナイスカバー。で、そこから結構来てるんで、しっかりとカッティング。で、アナイアレーター使っていきましょうか。多分これ左で湧いてるのかな？シングル2枚目。で、右からは来てない。しっかりと UAV 出していきましょう。で、これで普通のね、もうコールオブデューティーモバイルができると。3。4枚目は？ 4 枚目。OK。で、多分これで使い終わっちゃうから、はい、5枚目。使い終わっちゃうから、次ポイ式で行きましょう。待って、後ろいる。シングル？ほい。いや、いいね。全然敵は、わ。けど、やってることは臭い。ありがとうって言ってる。俺もありがとうってとこ。俺もちょっとマグロくんによくやったって言っとくわ。ありがとう、マグロくん。君のおかげだよ。汚れた心が浄化されていったよ。拠点入りつつ、ドラゴンファイヤーオンライン。待って、これワンチャン後ろ？いや、違うな。いたいた。そこです。シングル。はい、ドローンキル。はい、ドローンキル。よしよしよし。で、終わってのそこで、敵が見てるよ、殺し。よーし。こんにちは。カットしていくスタイル。一旦リロード。さあ、しっかりと。ああ、普通のファントムなってる。で、ショッカーRC出していきましょい。はい、こんにちは。いいね。いやー、あったけえな、この世界は。さあ、しっかりと拠点中、お掃除、お掃除、お掃除。はい。からのアナイアレーター使っていきます。ワンチャンこっちから来るかもしんないんで、しっかりと切る。はい、そこロングも切る。はい、そこロングも切る。お疲れー。はい、ロングも切る。楽しい。はい、ということで、無事、勝利。いやー、なんか、浄化されましたね、心が。いや、マグロの仇くんが今回の MVP です、本当の。てか、俺と一緒だ、キャラクター、スペクターだ。これも運命の再会ですよ。まあ、今回はあれだね、通報しなくていいね。
はい、ということで今回ね、コールオブデューティーモバイルであまりね流行ってはいけないような、バググリッチが流行っているということで、ちょっとまあ今回解決方法というか、まああったかいちょっとヒューマンドラマを見させていただきました。いやーいいね、なんかもうほっこりしたわ今回のこの件で。いや本当はねもう運営どないしてんねんみたいな、もうこういうことするから信用失うんやでとかなんかいろいろとあったけども、まあ、今回のこのマグロくんのおかげでめちゃくちゃほっこりというか、もう本来のねやっぱそのゲームってこうあるべきだよねみたいな感じなのがね見えたんで、よかったと思います。はい、ということでやっぱ対話は重要ですね。はい、ということでまあこれからもねコールオブデューティーモバイルの動画いろいろとね上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。